私の方はですね、この白い方を買ってたんですけど、上に置くこの板ですね、これもね、色がもうちょっと白いですね。で、息子の方が色が全体的に濃い。やっぱり私的にはこのカーキの方が高級感があるなと思いますね。この中にですね、細々したものを入れて机の下に収納してもらおうと思います。今日はですね、息子の部屋をちょっとディスプレイを終わらそうかなと思って、ですね、ギターをですね、壁にかけたいなと思ったんですね。弾いてるギターじゃなくて飾り用の古いギターなんですけど、それをね、なんとか壁にかけたいなと、今下にね、ちょっと立てかけただけになってるんですけど、でなんかいいのないかなと思って近くのダイソーをうろうろっとしてたんですけど、このね、3つを買ってきました。これまずね、アメリカンフラッグをね、もうちょっと固定するのに、はい、プッシュピンで、特にスリムなやつという、この針のところが細いやつなんですね。でこれをね、ちょっとね、使って、であとはですね、こんないいのがね、さすが日本ですね。こんなのね、なんか壁に平気で穴開けるアメリカではちょっと思いつかないなと思うんですけど、カモイにつけるフックっていうことで、こういうの欲しい方がいらっしゃるのか、3つしか残ってなくて、とりあえず2個買ってきてみました。スリムな針のピン、これなかなか良かったです。もう簡単にね、プスッと刺せて、穴もね、ほとんどね、目立たないんですね。ただね、これ量がね、めちゃくちゃ少ないんですよ、普通の画鋲より。で、残念ながらね、これがですね、これすごい落とし穴だったんですけどね、うちのカモイにはね、もう短くてね、全然ダメなんですね。うちのカモイは普通のサイズだと思うんですけど、ここだったらね、使えますね。幅4センチぐらいだと思うんですけど。で、場所的にもですね、この上のね、襖、開け閉めするんで、この中央の部分が一番邪魔にならないかなと思って、こちらにつけて、一時的にね、何かをかけたりするのにね、ちょっと使おうかなと思います。はい。それでギターはじゃあどうやってかけたのかと言いますとですね、これがですね、この黒いの、何かお分かりですかね。買わなくてもね、これを最初から活用すればよかったですね。うちは YouTube でですね、三脚とかをよく買うんですけど、スマホ用のスタンド、録画する時の、リプレイス、何ですかね。交換用のものとか、まあ、ついてたけど使ってないものとかですね。パーツが壊れて捨てちゃったものの、ここ使えるのでね、2つぐらい残してあったりとかした、スマホを挟むパーツなんですけど、これね、伸び縮みしてですね、なんとかこのカモイに使えました。ギターの裏にですね、紐を引っ掛けて、それにかけてあります。なんとかね、落ちないぐらいの強度はありそうです。はい。隣ですね、こちらはですね、アメリカンフラッグテープでね、とりあえず貼ってたんですけど、押しピンでですね、上の部分を何箇所か留めました。これもね、なかなか目立ちにくい感じで。
でこの S 字フックですね、これなんかあのメタルの大きいやつ使ってたんですけど、できるだけ小さくて目立たないプラスチックのにしました。残念ながらね、ちょっとクリアのはなかったのでこちらの方にしてます。一応安定的に良くなったかなという感じですね。こんな感じで、でその右側にはですね、ドリームキャッチャーを持ってきて吊るしました。これが今回買ったですね、息子のですねカートなんですけど、こんな感じでね、本人がですねコインですね、こんな感じで入れてますね。まだね、好き好きでね、スペースあるんですよ。もう机の上がねすぐ汚くなっちゃうんで、でこの中をですねちょっと仕分けする、私が使ってる100均のケースみたいなのね、また買ってこようかなと思ってます。もうちょっと短くしてもいいね、入れ物ね、うん、このこっちにピックとか入れて、あのギターのこっちのちっちゃいの、そのワイヤーとかも入るんだったら、でそのなんか変なレゴのピースみたいなのある、うん、紙のピースとか、うんうん、ペンとかね、ドライバーがジャラジャラあるんでね、今度はあの長い横長の入れ物をね買ってこようと思います。いいじゃん、うん、いいねいいね、はいはい。それとですね、部屋に入った時の左側の壁なんですけど、こちらにはですね、アメリカから持ってきた壁に飾る車と、あとクロスですね。このね、十字架もね、小さな穴が裏にあるんですけど、あの押しピンでね、まさにぴったりでしたね。ウクレレはですね、このリビングルームのですね、ソファーの上に移動しました。なんかこれちょっと寂しいかなと思いまして、フェイクグリーンでもちょっと周りにあしらうと違うんじゃないかなっていう風に今ねふと思いました。実はですね、近くのお店でね、いいなと思うねフェイクグリーン結構売ってるんですよ。ちょっとね見てきてみようかなと思います。結局ですね、雑貨屋さんで高いやつも見たりしたんですけど、買ったのはダイソーのこのグリーンにしました。遠目に見たらね、縁が白い方が映えるかなと思ってこれを選びました。